はい、皆さんおはようございます。私は今玉堤通りに来ております。玉川沿いの道ですね。丸子橋ですね、こちらの橋はね。はい、今日はですね、今教習所に向かってます。はい、大型自動二輪免許を取ろうと唐突に思いましてね。そして本日が第1回目の教習でございますね。もう入校はね、結構前に1ヶ月ぐらい前に入校手続きしたんですけど、結構今混んでるっていうことでね、まあ非常に人気があるんですね、その教習所もね。小山ドライビングスクール双子玉川校って言うんですけどね。いうことで、本日が1回目の教習なんでございますね。行ってみたいと思います。まあ、私今ですね、まあ、普通自動二輪の免許で、バイク乗っておりまして、VTR250 ね、これも気に入ってね、ずっと乗ってるわけでございましてね、それはもう変わらないんです。だから、特に VTR を手放そうとかね、そういう気は全然ないんだけども、なんかね、最近いろんなバイクにも乗ってみたいなっていう興味が湧いてきまして、でその場合やっぱり大型免許持ってないとね、やっぱり乗れるバリエーションが非常に狭まっちゃうんでね、この際だから、まあ、取っとこうと。もう私も年も年ですしね、早くやんないとどんどん取りにくくなっちゃうかなと思ってね。そして、一大決心をして、教習所に通うことにいたしました。小山ドライビングスクール見えてまいりました。あ、近いな、うちからな、結構な20分ぐらいかな。まあ本当玉堤通り一本でね来れますからね。さあ、いよいよ1時間目どうなるんでしょうか、ね、楽しみでございます。はい、今ね、教習所出てきたところです。栄えある第1回の教習が終わりました。はい、ちょっとね、緊張気味でやりましたけども、なんとか無事終わりましたね。まあ、大型バイクね、乗るの初めてですから、750ホンダのね、やっぱり重たいですね。まあ、最初引き起こしやりましたけど、まあ、できましたけどね、やっぱり車体の重さは感じましたね。やっぱりね、細かいことはいろいろ気をつけなきゃいけないこと、例えばこう乗るとき、通常普段はね、スタンドしたまま乗っかって、その後スタンド払って発進っていう風に、自分はしてますが、教習所の習わしでは、まずスタンドを払ってから後ろを確認して乗り込むと、またぐという段取りみたいなんだよね。だからそこはもう慣れてないから、ちょっと慣れるしかないですよね。
はい、とかね、この前のブレーキいつも2本しか指かけてないんだけど、これ4本掛けでじわじわっとねブレーキングしてくださいみたいな、そんなこともありましたね。だからその辺ちょっと検定とかを意識しつつやり方を少し変えていかなきゃいけないのかなっていうね感じはありましたけども、まあなんとか無事済んだかな、うん、今日は8の字とかねブレーキング、やりました、うん、急制度までやりましたかね、はい、それでは今年はねこれで終わりです。教習もね来年また予約を2コマ取りましたけども、またね、後々報告していきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。はーい。